めっちゃうめえこれ。もう僕が生きる上で欠かせないサプリ3点セットです。こんにちは、筋肉系YouTuberの山沢です。大会が終わって1ヶ月以上経ちましたが、私山沢ですね、まあ、約10キロ体重が増えております。体もバルクしてますし、顔もバルクしておりますが、もちろん多少脂肪はついてるんですけど、来年に向けてめちゃめちゃ筋肉増やしてる最中なんで、今日は私山沢の1日のルーティーンを通して、どういう食事をして、どういうサプリメンテーションとかトレーニングをしたら筋肉がつくのかというのをお伝えしていきたいと思います。1日のルーティーン、お楽しみに。朝起きたらまっすぐにですね、いい湯を飲むんですけども、今日はこいつです。で、起床直後は筋肉分解しちゃうんで、 EAA ですぐさまアミノ酸を吸収すると。で、この EA9 の特徴ってベータアラニンとクエン酸が入ってるんで、疲労回復にめちゃめちゃいいんですよ。だから EA9 ってめっちゃおすすめなんですけど、高級品だからなかなか買えないよって方も多いんですけど、5日間限定で半額セールやってます。これを機に買ってみてください。家を飲んだ15分後にプロテイン飲むんですけど、まあ、ずっと飲んでるのがマイプロの黒糖ミルクティーと、お気に入りのバルクスのね、バナナとカフェオレがね、うまいんですよ。だしその日の気分で、朝からめちゃめちゃ甘いやついっちゃおうかな。黒糖ミルクティーを。プロテインはパウダーで 50g ですね。だからタンパク質で言うと 40g ぐらい。鬼甘い。もう朝はね、ずっと牛肉、これは減量中も増量中も変わらないんですけど、必ずもう朝昼は牛肉食べるんですよ。で、牛肉2食入れてトレーニングするのが一番調子がいいんですよね。油を引かずに焼けるホイルをね、一年中使ってます。筋肉をつけたかったらタンパク質もそうなんですけども、米を食わないとね、でかくならないんですよ。まあ、米というか炭水化物ですね。炭水化物食べるとたくさんインスリンというホルモンが出るんで、インスリンが最も筋肉が増えるホルモンでございます。 300g は食べましょう。とブロッコリーもね、テストステロンを高めてくれる成分が入ってるんで、だからマッチョはこれ食べるんですよ。筋肉をつけるためには、だいたいお皿のもう半分ぐらいが米で、3割ぐらいの肉で、残りは野菜みたいな、こういうねお皿になるんですよ。で、1食の脂質が 10g 以内。これね、超絶おすすめしたい宮のタレっていうね、僕の地元栃木のタレがあるんですけど、これ久しぶりに食ったら超うまいの。これニンニクとかね、大根おろしなんかな、和風醤油みたいな味で、めっちゃうめえこれ。ニンニク入ってるからデートとかある人はね、食べれないかも。うまい。このマルチビタミン、ビタミン B、ビタミン C は、もう僕が生きる上で欠かせないサプリ3点セットです。ビタミンは取っとかないとね、本当に風邪ひく。で、クレアチン、HMB、ビタミン D が筋肥大のために飲んだやつ。サプリメント愛好家、サプリメントジャンキーはね、こんぐらいの量になるんですよ。そしてこれを一度に。朝からめちゃめちゃ甘いやついっちゃおうかな。黒糖ミルクティー。これ海外だとめちゃめちゃ流行ってるんですけど、 CBD オイルって言うんですけど、僕しか使ってないかも周りだと。で、 CBD って大麻から抽出される天然成分のオイルなんですけど、これ CBD オイルが不安とかストレスの軽減で、この CBN オイルっていうのを僕使うんですけど、これが不眠の改善。どんだけ病んでるんだみたいな人だけど。まあね、YouTuber やってる、経営者やってるとか、まあ関係ないですけど、まあ生きてるだけでストレスって半端じゃないじゃないですか。だからなんかね、やっぱ体も少し楽になるし、睡眠も改善されるし、めちゃめちゃ愛用してる。中毒性はないですよ。ゼッカって言ってね、ベロの下に一滴垂らすんですけど、このネイチャー缶製品もね、年末までめちゃめちゃお得なセールやってるんで、リンク貼っときます。服が黒ばっか。靴も黒だし、ヴィトンのやつ。小学校以来ですね。はい。あ、もう何日分だろう。1万2000円分しました。はい。
ヤマサワビールね、9割完成したんで1階がね、脱毛サロンなんですよ。1階の脱毛サロンも営業してるんで完成してますから、ここがね、脱毛部屋。私、ヤマサワがね、もう下の毛までツルツルになってるルームでございます。これが450万したまし、洗面台もいいでしょう、新品で。アパレルのね、新作がようやく入ってきたんですよ。これ以前ね、パーカー上がから配送されますんで、大変お待たせしました、本当にね。この T シャツとかはレッドライン、ブルーラインの販売できるんで、25日に発売します。これね、パーカーとかジョガー買った方、ぜひね、セットアップで着ていただきたいんですけど、まあ、何にしようかなって言ったら、まあ、大体、まあ、やっぱそんなに脂質取りたくないんで、白身と赤身が多い寿司がおすすめですよね。贅沢握り10貫かな。YouTuber あるあるなんですけど、もう編集が間に合わなすぎてパソコンを持ち歩くってね。うまそうな寿司だ。クリスマスイブなんでこれぐらいの贅沢はね。さて、これから筋トレに行くんですけど、筋トレに行く前セットがこちらですね。アルギニンとマイプロのカフェイン。アルギニンって血管拡張作用があるんで、トレーニング中のパンプが良くなるのと、血流が良くなればトレーニングパフォーマンスも向上しますし、乳酸とかアンモニアを除去してくれる能力が高まるんで。で、カフェインタブレットで取ると、これ一粒でコーヒー5杯分ぐらいのカフェインあるんで、カフェインは交感神経優位にして覚醒するんで、トレーニング中のね、パワー発揮にはもうこれ欠かせませんから。これがね、バルクアップに欠かせないトレーニング中のドリンク3種の神器ですね。 EA9 ちょっと多めに 35g 入れてます。トレーニング中はね、 EA で血中アミノ酸濃度高めないと筋肉合成させるのに損しちゃうんで、でね、こういう粉飴とか CCD みたいな糖質がないと、それも筋肉の合成を最大化できないので超重要。 50g から 70g ぐらいトレーニング強度によって変えてます。クレアチン 5g、 これも筋肥大に超重要。アルティメットフィットネス、僕の体はいつ究極になるでしょうか。これはグルタミンとクエン酸。筋トレで筋肉にめちゃめちゃダメージ与えてるじゃないですか。合成も高まるんですけど、分解が進んじゃうんで、分解を防いでくれるのがグルタミンですね。でクエン酸、疲労回復にめちゃめちゃおすすめなんで、 3g。 ただいま。さて、トレ後はですね、仕込んでおいたトリハを食べます。ブルーラインの T シャツもいいでしょう。で、トレーニングが高タンパク質、高炭水化物もそうなんですけど、油たくさん取りすぎちゃうと消化吸収に時間かかっちゃうんですよ。でもちろん栄養補給素早い方が筋肉にいいですから、なのでね、トレ後は低脂質な肉と米とかね、そういうのがおすすめです。原料飯の特大版だね、これはね。よいしょ。てか皆さん、あれじゃないですか、今日クリスマスイブですよ、どうする。クリスマスイブこれだもんな。まあ、チキンは食ってるけど、うめえ。でもクリスマスにカップルでケーキ食べてるよりも、筋トレ頑張って筋肉のための鶏ハムとか食べてる俺のが勝ち組だってね、言い聞かせてる。負け組か。で、真面目な話、僕の年齢って結構みんな結婚してますけど、なんかもう仕事とか YouTube が楽しすぎて、自分のライフスタイルに恋愛別にいらんなみたいな。どうなんかね。
はい、といった感じで今日の Vlog いかがだったでしょうか。この後お風呂入って寝る前にプロテイン飲んで、あとお風呂上がりにこれもねネイチャー館の CBD 製品なんですけど、関節とか筋肉のねケアをします。マッサージしながら揉み込むんですけど、で寝るというルーティンでございます。で筋肉を増やすために今1日に摂ってるカロリーが3200キロカロリーから3500キロカロリーをターゲットに摂ってて、でそのうちの 50-60% 炭水化物、 30% か 40% タンパク質で、脂質はね、ほんと全体の 10% ぐらいで、1日 50g を目安に食べてます。あとね、結構僕プロテイン飲む回数少ない方なんで、1日1回とかしか飲まないようにしてるんですけど、今日ね、取り忘れちゃったんですけど、トレーニング前にも飲んでます。最大で朝一とトレーニング1時間前と寝る前の3回飲むんですけど、基本は食事から全部体重かける3倍のタンパク質取るので、トレーニング前だけしか飲まない時も結構あるかな。やっぱちゃんとねリアルフードで鶏肉とか牛肉とか食べて作った体の方がね筋肉大きくなりやすいんですよね。なんでアミノ酸とかプロテインっていうのは消化吸収速度が速いとか胃腸の負担を減らすとかそういった目的で使うものですから、まあやっぱタイミングとか目的に応じて使い分けるという形になっております。あとね自分が使ってるサプリメントとかアパレルのサイトは全部概要欄とかに貼っておくんで、気になるものあったらチェックしてみてください。それでは皆さん、一緒にでかくなりましょう。良いクリスマスをお過ごしください。またね。